こんにちは。今日の講義は書籍、相場勝者の考え方、短期売買をビジネスにするための心理です。この本は1929年の大恐慌後に発行された雑誌、ストックマーケットテクニックの記事を抜粋して構成されています。同誌は短期売買の正しいテクニックを広めることを目的としており、大恐慌の悲劇が繰り返されないようにという強い思いが込められていました。ダウ平均は1929年の高値から1933年の安値まで 87% も暴落し、回復するのに約20年を要したことから、このような動機がありました。本書の著者リチャード・D・ワイコフは、伝説の投機家ジェシー・L・リバモアやジョージ・D・テイラーとほぼ同時代を生きたトレーダーです。ワイコフが伝えようとしたのは、相場の短期的変動から収益の蓄積を狙う株式トレードの哲学です。本書には値動きの原理、他人の意見に左右されることの愚かさ、損切りの重要性、トレード実践での心構えなどが凝縮されています。ワイコフは、やり方さえ心得ていれば、株式トレードほど良いビジネスはない、と述べています。彼の金言は、リンダ・ラシキをはじめ多くのマーケットの魔術師から尊敬されており、トレーダーとして自立するための哲学が詰まっています。本書の内容は、専門家に頼らず値動きそのものから相場を読み取る力を養うことを目的としています。例えば、専門家とは何者、なぜアドバイスを求めるのか、モルガンは相場の判断を誤った、といった章があり、専門家の意見に惑わされず自らの判断力を養うことの重要性が説かれています。また、強気相場で利益を失う方法、悪いニュースを聞いて買う、など、一見常識に反するようなテーマも扱われています。これは、トレーダーとしての心構えを鍛えるためです。さらに、ハンネポイントによって相場の強さを判断する、カスカレ法によるトレード、など、具体的な売買手法も紹介されています。本書には、トレーダーとしての心構えを鍛えるための章も多数収録されています。敗者への手紙では、なぜ多くのトレーダーが失敗するのかが分析されています。統計的当てずっぽう、統計データからは先が読めないという章では、統計データに頼ることの危険性が指摘されています。相場を機械的に捉えるのではなく、柔軟な判断力が重要であることが説かれています。さらに、トレーダーの祈りという興味深い章もあります。ここでは、トレーダーとしての正しい心構えが読まれています。自分の感情に惑わされず、冷静な判断力を保つことの大切さが強調されています。本書には、投機の歴史に残る偉大なトレーダーたちの考え方や哲学も紹介されています。パートリッチが本当にリバモアに言ったことでは、リバモアの教えが語られています。アーサー・W・カッテンの哲学、エドワード・H・ハリマンの哲学という章もあり、一流トレーダーの思考プロセスを垣間見ることができます。投資に関する一般的な格言や常識も、しばしば批判的に検証されています。間違ったボール街の格言、小さなスイングは大きなスイングより有利か、などの章では、こうした一般論に疑問を投げかけています。トレーダーは常に柔軟な思考力が求められることがわかります。本書には、投機の歴史に残る逸話も数多く収録されています。一皿のビーンズからどうやって3万語、0ドルを稼いだか、人財産築いた小柄な仕立て屋、など、実際のトレーダーの体験談が紹介されています。こうした実例から、投機の本質や成功の秘訣を学ぶことができます。この本を読むことで、読者は専門家の意見に惑わされることなく、自らの判断力を磨くことができます。値動きそのものから相場を読み取る力が身につき、他者に頼らずに自立したトレーダーになれるでしょう。ワイコフは、やり方さえ心得ていれば、株式トレードほど良いビジネスはない、と述べています。本書を通して、短期売買のやり方、つまり考え方や心構えを学ぶことができます。リンダ・ラシキをはじめとする一流トレーダーたちが尊敬するワイコフの金言に触れることで、トレーダーとしての自立心が養われていくはずです。本書の中核をなすのは、専門家の意見に惑わされず自らの判断力を信じることの重要性です。専門家とは何者、なぜアドバイスを求めるのか、といった章では、専門家の意見に頼ることの危険性が説かれています。一方で、モルガンは相場の判断を誤ったという章では、権威者でさえ判断を誤ることがあると指摘されています。こうした記述を通して、
読者は他者の意見に惑わされずに自分の頭で考える習慣が身につくでしょう。さらに、強気相場で利益を失う方法、悪いニュースを聞いて買うなどの一見常識に反するようなテーマも扱われており、読者の発想を柔軟にしてくれます。単に常識に従うのではなく、状況に応じた的確な判断力が身につくはずです。本書には具体的な売買手法も紹介されています。ハンネポイントによって相場の強さを判断する、カスカレ法によるトレードなど、ワイコフ流の手法を学ぶことができます。こうした実践的な知識を身につけることで、読者は理論と実践を架橋できるようになります。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜならトレーダーとしての心身の健全さが何よりも重要だからです。ストレスの多い投資の世界で勝ち残るには、メンタルと体力の両面での鍛錬が欠かせません。そこでダイエットだけでなく、総合的な健康管理にも特化した重要なサービス、ライズアップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。このプログラムの最大の特徴は、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが受けられる点にあります。一人一人に合わせて作られた完全オーダーメイドのプログラムで、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人でも無理なく目標を達成できます。食生活やメンタルのマネージメントも含まれており、トレーナーが総合的にサポートしてくれます。さらに週に2回の1日50分という無理のないトレーニングペースが設定されています。完全個室のプライベートな空間でじっくりと指導を受けられるので、人目を気にせずに集中できます。無料カウンセリングも用意されており、いつでも相談に乗ってくれる体制が整っています。何よりも注目すべきは、30日間の無条件全額返金保証がついている点です。結果に満足できなければ料金は全額返金されるので、リスクを気にすることなく挑戦できます。トレーナーが作るあなた専用のプログラム、無理な食事制限なし、食べられるダイエット、健康的に痩せ、理想の体を手に入れられる、リバウンドしにくい体作りといった特徴があり、安全で確実な方法で目標達成を後押ししてくれます。テレビ CM の結果にコミットするでも話題となったこのパーソナルトレーニングジムは、自信を持っておすすめできるサービスです。トレーダーとしての心身の健全さを保つためにも、ぜひ一度検討されてはいかがでしょうか。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。